滝沢くん、僕はね、変態なんだよ。はい、どうも、ハピネス大学のハピネスです。ウォーフレーム実況プレイ、シャープ109、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回ですね、ちょっと、エイドロンの草原、また行くんですけれども、ちょっとやりたいことがあるのと、先にね、こちら、マスタリーランクアップ挑戦したいと思いますね。そのための装備をね、今、ゼファー君で、ソーマでアジーマンに思って、エイザーショーとも思ってるのでね。まあ、何が来ても大丈夫。豚って感じですね。オッケー、じゃあ行きましょう。いらっしゃいませ、マサリランク10。ようやく10だよ。これ、前、かなり前だね。受けたの。スイカ。ハムハムシースイカじゃないですか。グリニアじゃないですか。オッケー、行きましょう、これ。はい、ではスタートします。どういうミッション、どういうミッション、どういうミッション。すごく緊張しますね。おらおら、はい。ロータス来い、ロータス来い。はい、何これ。足元に気をつけてください、テンノ。ここの足場は徐々に崩れるように作られています。なるほど。足場がすべてなくなる前に、ああ、敵を倒せと。はあはあはあ。なるほどね。ああ、なるほど。なるほど。早くしないと足場がなくなるよってことか。わかったわかった。こう、スイカーになれってことだね。あ、でも敵、あ、やばい、あ、ちょっと危ない危ない危ない。おお、一回乗るとやばいんだ。なるほどね、一回乗るとあんま移動しすぎるのもやばいかもね。したらやばい、なくなる、危ない危ない危ない。ちょっとずつ移動すれば問題ないね。オッケー、よし、音が聞こえたらやばい。ほっ、よし、オッケー、ここで戦おう。オッケーオッケーオッケー。ハムハムスイー、まだいる、まだいっぱいいる、まだいっぱいいる。いやー、あと4体、ちょっとあいつだけ倒したい。うわー、待って、あー、待って待って待って、あー、やばい、失敗した。ちくしょう、むずいじゃんこれ。ここに見、残りに、これむずいじゃん。端っこから行こう、ゆっくり。ハムハムスイスイカーって言いながら。なるほどね、むずいやつだこれは。マッサリーランクアップどんどんむずくなってくる。ほい、次こっちだ。危ねえ、向き間違えるわ。1回で3体倒せれば余裕かな。あー、でもね、場所にもよる。はい、隣行こう。よし、オッケーオッケーオッケー。目の前に出てきてくれるのはいい。すぐに状況把握とすぐに狙撃して倒せないとダメだね。やばい、そろそろ、よし、そろそろ来るっていうこの時間さえね。あんまり足場をいろいろ乗りすぎるとやばいな。もう一度とか言わない、もう一度とかない。あと5匹、オッケー、余裕だな。これゆっくりやっても叶えられるわ。この夢は、この夢は叶うわ。はい、ちょっと移動します。安全、安牌安牌安牌、おっぱいでいきましょう。よし、あと1匹かかってこいや、あいつか。よっしゃ、終わった、まだある。おお、やべえ、危なかった。1回失敗した時は焦ったわ。素晴らしい結果です。以上でテストは完了とします。やったーねー、ハムハムシースイカーになれたよー、おいえやったぜ。よっしゃー、よかった、安心したわ。はい、というわけでね、マッサリーランク12到達です。はい、というわけでですね、今回ですね、スイタス、スイタスに行きます。混雑してる。スイタスに行ってですね、ちょっと新しいアイテムをね、回収したいと思います。あれからね、結構釣り釣りしてたんですよ。釣りをいっぱいしたりでね、ズンチャカンズンチャンチャン、あーっつって、いろいろ釣りを釣ってね、釣りをしてね、魚を釣ってね、釣りを釣るんじゃなくて魚を釣りまくってね。で、まあいい感じで魚もいっぱい増えてきたわけなんですけれども、とりあえずね、それをさばいてもらいたいんだ、あのおばさんに。なんだい、一匹も取ってきてないのかい、なら早く取ってきなよって言ってたあのおばさんにね、ちょっとね、さばいてもらいたくて。さばいてもらえるんだよね、なんか餌にするとかどうとかって書いてあったから。この最初の格付きがすごい気になる。よし、オッケーオッケーオッケー。よーし、おばちゃーん、え、なんでも来いやみたいな感じだよね。釣りのサービスつって、こう魚を選択する。オッケー。嫌な日の釣りでもいい日の仕事より素敵なものだ。シャージョーラー友よ。なるほどね、ちょっとシャルクイーククリールをね、ちょっとあれしましたいと思います。2匹で、これを選択して何なの。こいつなら家族全員の腹を満たしてくれるだろうね。ついでに親戚たちだって。あ、なるほど、そんだけでかいんだ。で、こいつをどうすればいいんだ。
あ、ちょ、腹満たして、親戚たちも。あ、決定か。ああ。おお。提供。あ、そうか。なるほど。チーポイントにできるんだね。ああ。やってみよう。おお、売却した。やった。ありがとう。すごいすごいすごい。で、これは餌にちっちゃなのだね。少しも怖くない。なるほど。餌を切り取ってみよう、これ。ああ。クルナメッタだね。クルナメッタ。こうやってあれか、魚油を手に入れるんだ。これはさ、あのアークウィング作る素材になるもんね。ああ、なるほど。素材をこうやって手に入れるんだ。なるほど。うっしゃ、うっしゃ、うっしゃ、クルナメッタ、クルナメッタ。あれ、いっぱい必要なんだよ、魚油。ほらほらほら、あれね、アークウィング作るためにさ、アークウィング作りたいから、ちょっとどんどんあれしよう。ちょっとすいませんね、餌にさしてくださいって感じ。よし、くせえなーっつって、すごい匂いだわみたいな。すげえ、ちょっといろいろあれしましょうよ。そうか、一気にやればいいんだ。全部やっちゃう、全部。普通のサイズか、ミディアムサイズ。なるほど。おお、オッケー。これでまた釣りをする意義が出てきたね。やったぜ。オッケーオッケーオッケー。なるほどね。こうやってあれすればいいんだ。いいね、魚油で。俺ね、あとね、このカッターが欲しかったの。この人を見て、この人を見てっていうか、この人のからこれ、これが欲しい。あとチーポイントすぐ溜まるじゃん、これ。あー、でもここで使っちゃうんだよね。これでさ、カッターを使って宝石を切り取りたいんだよ。ちょっと やってみたいよね。で、チーオストロンチーにも交換できるみたいだし、最高ですよね。であとさ、獣みたいなのもいいんだよね。最初初めて市場来た時にあんまりよくは見てなかったんだけど、このあ、そう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 、アイテムがあるとね、そう、なんかこう動物たちと一緒に動物を釣れることができるんだね。すごいよね。それもやってみたいしね。よし、じゃあちょっとあのカッターをセットしてきて、エイドロン草原で試してみましょう。ついでに釣りなんかもね、できればいいなとは思うんだけど。はい、いや、ここでいいかな、とりあえず。あー、あったあったあった、カッター、ノサムカッター。え、なんて、石の中から鉱石と宝石を切り分けるための基本的な武器。おー、ちょっとこれいいんじゃないですか、いいんじゃないですか、これクルナメッタですよ。ちょっとこれ使いに行きましょう。よし、行くぜ。はい、戻ってきました。ちょっとね、ガラーなんですけれども、色を変えましたね。前回初期カラーでやったので、ちょっとね、プライムではないけど、プライムっぽい色ですよ。白と黄色ね。それでやっていきましょう。さ、カッターを使いたいんだけど、よ、あ、間違えた。夜だから気をつけないとな。これだ。なんだこれ。あ、何これ。おお、なんだこれ、なんだこれ。いい、すげえ。なるほどね、そうやってカッターすんだ。本当になんか作業だね。あのさ、たまーになんか見る感じのさ、石とかが光ってたりする、あれだよね、多分カッターって。ちょっと夜だから気をつけていこう。これ僕に削られなさいっつって、あの青い連中も削ってやろう、見かけたら。ちょっと今俺のこの状態じゃ倒せねえけど、倒せんのかな。ソーマであれば倒せるかな。そう、ソーマ持ってきてるんだけど、倒せるかな。殺してみよっか。いや、いいや、手出すね、宮までで。ああ、ああ、ああ、見つかった見つかった見つかった。嘘でしょ。おいおいおい、なんで硬いんだこんな。こいつらなんか弱点とかがあんのかな。なんかこういう武器だったら効くよみたいな、カッターだったら効くよとか、そういうこと。チキショ、あ、何、あ、なんかピコピコいってる。あ、あ、何、あ、センサーみたいなのついてんのこれ。いでいでいで、へえ、すごい面白いね今の。ちょっとセンサー、センサー、センサーを頼りに行こう。ティンティンコンタンティンつって、ほら、なるほど、こっちの方にあるぜっていうセンサーか。あ、近い近い、あった、これだ、これ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 。ん、あー、なるほどね。はあ、コンスタンティン、これ大変じゃね。よいしょ、よし、オッケー。すげえ削ってる。よいしょ、あ、オーバーヒート。お、やった、削れた。あ、なるほど、あそこになぞるんじゃないんだ。あのゲージが満タンになるまでビーってやってりゃいいんだ。なるほどね、これ面白いね。すげえサバイバルしてる。夜だから気をつけなきゃマジで。わわわわ、あのティンコンサンティンコンティンっていう感じだね、聞こえてきたら。あ、聞こえてきた。
あ、近い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 。どこだ、こっちか。あ、この岩か。じゃあどこどこ、こっちか、こいつか、この岩か。あった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 、コンスタンティン。おお、あ、これ横移動してると手に入るわ。すげえ、やった、また一個手に入れた。あ、コンティンタンティントンティンティン、どこだどこだ、この石か、この石っぽいぞ。違うな、あっちだ、こっちだ。あ、あった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 、行きまーす。うえーうえーうえー、あ、でもなんか宝石のゲージがあったな。多分適当にやっちゃダメなんだね。あの線になぞってやるといい感じで取れるよってことか、そういうことか。ちょっとやってみようか。あったあったあった、ゲージに沿っていってみよう。多分質に関わってくるのかもしれない。よいしょ、どうだ、あー、うまいだろ俺、マジ情緒不安定だろ。よいしょ、どうだ、ふっ、どう、切れた、よっとね、わかんねえけど、なんか違いがあるのかどうかわかんないけど。あ、これさ、さ、楽しい、宝石もなかなか楽しい。コンタンティントンタンティンコンスタンティンって言って、ほらほらほら、コンスタンティンコンスタンティン、え、どこ、こ、こっちだ、近いぞ、あった、よし、よいしょ、ほらどうだ、ほら、うまくない、今回、今回やばいね、今回クオリティが高いね。あっ、どうだ、くらえ、よいしょ、よーし、取れた。うっ、うっ、危ねえ、あ、もう夜、あいのチビどもが邪魔だな、マジで永遠に追っかけてくるし、ありえねえわ。なるほどね、面白いわ、危ねえ、あいつらマジで。なるほどね。で、思ったんですけど、この森を使ってこの魚がよく見える余計をやると、これを使用すると魚のね、姿がね、見えるんですよ。あれ、どこだ、なんでこういう時に限っていねえんだ、追われてんだ、追われの身なんだ俺は。頼むぜ。あ、夜は寝てんの、あ、いたいたいた、ほら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 、ああやって姿が見えるようになってすぐ釣れるみたいな、これいいですよね。これのおかげでだいぶ楽、うっ、すごいバシバシ釣ってくぜみたいな、いいよねこれ、ちょっと最高に楽しいですよ釣り。釣りもカッターも楽しいよね。ウォーフレームマジ最高すぎでしょこのゲーム。ウォーフレームやっててよかった、やっててよかった、やっててよかった、ウォーフレームみたいな、なんか CM ですよ本当マジで。僕はウォーフレームと一緒に育ちましたねつって、物心ついた時にはウォーフレームはまだなかったですつって。ウォーフレームってでもまだ出てね、そんな年数何十年と経ってるゲームではないもんね。ちょうど 4,5 年ぐらいなのかな。そんなんだけどいろいろチャレンジされてますよね、素晴らしいと思う。やだやだグリニア、うせろうせろグリニア、ハムハムスイスイカになれ、俺スイカなんだから。オッケー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 、スイカランクに行ったんだから。魚やっぱ夜は寝てんのかな。お前の動きは読めてござん、チキショチキショ野郎め、お前でかいのいただくぞ。よっしゃやったぜ、シャルクイール大いただきました、ごちそうさまでーす。よっしゃバシバシ釣っていくぜ、ごちそうさまでーす。あれーす、これでまた素材が手に入りましたね。アークウィングをねちょっとね作りたいな、今回のその動画の締めでアークウィングをちょっと試してみたいので、ちょっと魚油を、あとそれだけなのでね、うん、ちょっとね魚油をじゃねえや、アークウィングを作ってしまうとイラジテとかね、そういうね素材を提供することになっちゃうので、ファウンドリーで。その関係でね、ちょっと称号はもらえないんだけど、シータスのね、チーポイントは上げられないんだけど、まあ、それはしょうがないね。先にアークウィングをちょっとやって、回収して、その、この動画の締めにちょっと持ってきたいと思います。屈伸運動、屈伸運動、おいや、おいや、おいや。
ライドマスター。はい、とりあえずね、いっぱい釣ってきました。OK。まあ、釣りのね、ちょっと釣りの名シーンみたいな感じでね、フィッシングシーンがいっぱいありましたけども、 OK、 よし、これをとりあえず交換しちゃいましょう。 S3 を切り取って43、おー、もう余裕で足りるわ。じゃあ今回はアークウィング作れるぜ。あ、でも出来上がるのに時間かかんのかな。まあ、とりあえず見に行きましょうか。アンダースタンドだったってあらったって歌いながら俺はマイケルだぜ。よし、オッケー、着いた。さあ、マイケルアークウィングを作りましょう。このアークウィングランチャー、自由に飛び立てる、ミッション中に使用できるアークウィングを召喚する。30分かかるのか。じゃあ次回の動画でお披露目ですね。今回の最後でやりたかったけど。え、アークウィングランチャーモジュールが必要です。あ、なんだそれ、素材は揃ったのにそんなあは今回フィッシングしただけじゃねえかよ。それはダメだ。はい、あれからですね、まあ一応アークウィングのランチャーモジュールが必要っていうことって、天のラボ来てるんですけれども、これだね、アークウィングランチャーモジュールリサーチをしないといけないんだね。はっはっはって感じだけどさ、オキシウム600とかさ、俺持ってんのかな。ちょっとやろう、とりあえずやろう。投資できますように、神様お願い。あ、できる、めっちゃオキシウム600とか。マジさ、いじめの域だけど、まあ大丈夫大丈夫。これまで何に使うか、いや、いろいろ使ってきたけど、オキシウム、ここでお前は役に立てるんだ。テルルとかもこんだけやってても4個しか手に入れてないのに。これあれだよ、ほらね、クエストじゃなくてアラートだ。あ、ポリマーバンドルじゃん。めんどくせえこの素材。ポリマー、ほんとポリマーうざい。ほんとポリマー、ほんとポリマーうざい。もう、集めよう。ちょっとこの後。オッケー。じゃあこれ一応投資しておきましょう。オッケーです。あとはポリマーだけですね。キャバット吹っかきモジュール。あー、いいね。プラスチドもねえんだよ。これもポリだ。ポリマーだね。あとは、これだ。これを回収しよう。設計図出来上がったんだ。アルゴンクリスタルね、欲しいね。よし、設計図回収しましょう。 OK。 あとこれだ、プロジェクト完了、設計図回収します。 OK。 複製します。よろしいですか。はい、他にいっぱい持ってるんで。オグネモジなんだよ俺。 OKOKOK。 あとこれ刀だ、刀ニカナ。 OKOKOK。 よし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 。 OKOKOK。 あとこれだ、これもね、どんどん回収していこう。設計図回収、設計図回収。よし、 OK。よし、これでまた新しい武器を作るためのいろいろ出だしが、またステップが踏めたね。ステップ井上ですね。オッケー、よし。じゃあ、あれだ、モジュールを、ポリマーバンドルを手に入れてからの話になるようですね。わかりました。じゃあ今回ね、ちょっとね、カッターで削ったりとか、釣りフィッシングフィーバーだったんですけれども、まあアークウィングのあれやっていくよっていう報告も兼ねてね、まあいろいろ実況動画、仕上げてみました。はい、ではまた次回ね、次回はこれを、まあ、制作かけつつですね、うん、エウロパとかちょっとまたメインストーリーの方も進めていきたいと思いますので、よろしくね、ね、ね、ね。じゃあそんな感じで、お送りしたのはハピネスだけのハピネスでした。ガラです。ガラで次回行きたいガラー。